お待たせいたしました。それではただいまよりプログラム4、選抜地域の事例説明とスタディートークを始めさせていただきます。選抜地域の事例説明につきましては、今回3つの地域の方々からご発表をいただきます。またこれからの進行につきましては、皆様小さな拠点づくりでは大変ご存知かと思われます。明治大学農学部教授小田栗拓海先生と、島根県中山間地域研究センター研究統括官藤山光様にお願いしたいと存じます。それでは小田栗先生、藤山様、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんこんにちは。これからですね、ケーススタディートークということで、先ほどの素晴らしい雲南市さんの住民主体の街づくりというのを受けまして、この小さな拠点というのは何よりもそうした住民主体の街づくりの中に位置づけられないといけないと思います。それを受けてこのケーススタディートークでは、やっぱりこの小さな拠点もですね、ハードな大きな拠点を作ろうということはないんですね。あくまでもやっぱり人は城、人は石垣といいますか、住民の方を主人公にして話し合いを積み重ね ながら組織づくりや人づくりを進めると、そういうことを頑張って進めていらっしゃる3つの地域の方をお呼びしています。そして15分ぐらい話していただいた後、小田栗先生あるいは私の方でですね、特にやっぱりこういうのはですね、どっから始めたらいいんかなとか、どうやってそれを続けて進化していけばいいのかと、こういったあたりを皆さん本当お聞きになりたいと思うんですね。と同時に、小さな拠点も地域づくりもですね、やらない理屈のナンバーワンはですね、リーダー論なんですね。リーダーがいないからできないよと、続けれないよと。でもそのあたりをですね、本当は、地域で克服していく本当ヒントもあるように思うんです。そういったところをですね、各発表15分のあと10分ぐらいでですね、少し深めていけたらと。そして講談のより具体的なパネルディスカッションの方、こちらを小田栗先生のを中心に、コーディネートしていただいて、そういった流れにしていきたいと思います。